この度は、弘前医療福祉大学の公開講座をご視聴くださいまして、ありがとうございます。この講座では、お子さんの言葉の遅れとはというテーマでお話をします。担当は、保健学部医療技術学科言語聴覚学専攻の須藤美香です。どうぞよろしくお願いいたします。 この講座では言葉の遅れが気になった時また言葉の発達に興味を持った時に知っておいた方がいい基本的なことについてお話しします大体いい4歳頃までのお子さんを想定した内容となっていますここに示した通り言葉や言葉の発達に関する基本的なことをお話しし最後に 言葉が遅れているかもしれないと気になったとき、どのように対応したら良いのかということに触れたいと思います。まずは、言葉について確認します。言葉というと、一番注目しやすい、話すという行為を思い浮かべると思います。単語が話せるようになると、単語をつなげて、 文を話すというように発達していきますそして話すの中には発音が含まれています単語や文で話すことと発音は分けて考えます今回の内容では発音については触れませんが日本語で使われる音にはあいうえおの母音の他にかぎょう 他行などの詩音が含まれています詩音の中の難しい音を除いて日本語の多くの音が上手に言えるようになるのは4歳半頃です言葉は今お話しした目に見える話すだけではなく話せるようになるためにはその言葉を聞いて理解するという力が必要です 例えば、バイバイという言葉を話せるようになる前には、バイバイという言葉を聞いて理解する。つまり、大人が、バイバイはと言うと、それに対して子供が手を振る動作で答えるということが先にできるようになります。そして、上手に話したり、聞いて理解できるようになるためには、その根底に、 人と関わる力が育っていることが重要ですそれでは人と関わる力をもう少し見ていきましょう赤ちゃんは生まれながらにして人や人の声に対する興味を持っています話し始める前の生後5、6ヶ月には難語と言われる ああ,あ,あというよううよよなな声を出すすになります注目すべき点は言葉とは明確に言えないような「あああ,あ」という声であっても周りの大人の注意を引いたり人と関わろうとしてつまり人に向けて声を使っているということです。もう少し付け加えると単語を話し始めるようになってから言葉を使ってコミュニケーションをとるのではなく コミュニケーションの基礎となる力は、言葉を話す前から育っているということです。声とは違いますが、自分の好きなものを大人に見せたり、指差しをして周りの大人に興味があるものについて教えたりすることも、人と関わる力が育っていることを表します。 次に言葉の発達の目安についてお話しします。最初にお話ししたように言葉は聞いて理解すると話すの2つに分けられますのでそれぞれが何歳でどんなことができるようになるのかをここに載せました乳幼児検診が行われる1歳半2歳半3歳半頃の様子です この目安から一年程度の開きがあると少し心配ですので相談をした方がいいと思います。次は言葉の発達に関わる要因についてです。ご覧の3つ。聞こえ、人と関わる力、認知能力は、 言葉の発達に深く関わりますので、これらに苦手さがあると、言葉が遅れる可能性が高くなります。それでは、一つ一つに触れながら、どんなことに気をつけてお子さんの様子を見ればよいのかお話ししていきます。一つ目は、聞こえについてです。音はよく聞こえていますか 赤ちゃんや子供は、周りの大人が話している言葉を聞くことによって、言葉を覚えていきます。ですので、周りの大人の言葉が明瞭に聞こえないと、言葉の発達に影響します。例えば、周りの音が十分に聞こえないと、言葉を覚えるのが遅くなかなか言葉を話し始めないことがあります。他には、 言葉がはっきり聞こえず、くぐもって聞こえていたりすると、自分が聞こえている通りに日本語の音を学習していくので、発音が不明瞭になることもあります。聞こえについては、出産した医療機関で新生児聴覚スクリーニング検査を受けておくと、言葉の発達に明らかに影響する程度の聞こえの問題がある場合は、早いうちに分かって、 適切な支援を受けることができますお子さんの聞こえについて日常で観察できることがいくつかあります例えば、後ろから小さな声で呼ぶと振り向きますか生活の中の小さな音は聞こえていますか お菓子の袋のカサカサした音、鈴の音、足音などは聞こえて反応しているでしょうかまた、テレビを見るときはどうですか音を大きくすることを好んだり、家族と見ているときに音がよく聞こえないので、画面に近づいて見えるということはありませんかこのような場面を観察することによって、 お子さんの聞こえの状態をおおよそ知ることができます二つ目です大人が関わると喜びますか最初にお話ししたように言葉の発達には赤ちゃんが生まれながらに持っている人と関わろうとする力が関係しています この人と関わる力を使って周りの大人とやり取りしながら日常生活で使う言葉を覚えていきますお子さんの人と関わる力について日常生活で観察できることがいくつかあります困っている時や痛い思いをした時に大人を頼りますか よく笑いますか笑い声は出していますか一人で遊ぶより誰かと遊ぶことの方が好きですか個人差はありますが、これらがいいえの場合は少し心配です。三つ目です。 日常生活で気になることはありませんか言葉の発達は物事を捉える力である認知能力と深く関わります。例えば「いただきます」という言葉が話せるためにはどのような力が必要でしょうか。「いただきます」という言葉が使われる状況つまり食事の場面で使う言葉であり 食事を食べる前に言うということが分かる力が必要です。他には大人の動作や言葉をじっくり観察する力も必要です。この大人の動作や言葉を同じようにやってみたいと思う気持ちも大切です。そして実際の手を合わせたりお辞儀をする動作やいただきますという言葉を 真似る力も必要になります日常生活で注目することは生活習慣が自立に向かっているかということです何度教えても教えたことが積み重なっていかないという心配事がある場合お子さんそれぞれで理由は違いますが 自分でやりたいという意欲が湧かなかったり、真似をすることに難しさがあったり、生活上の行為をじっくり観察することに苦手さがあるかもしれません。今までお話ししてきたような言葉の発達は非常に個人差が大きいことが特徴です。そして、 話す、すす。聞いいてて理解する、るる人とと関わる力が、およよそバランスよく育っていることも大切ですお子さんの言葉が遅れているかもしれないと気になることもあると思いますが言葉が遅れているかどうかはお子さんが話している言葉の数や文の長さだけではなく聞いて理解する力人と関わる力さらには その他の発達の面も含めて総合的に判断します。ですので、心配事がある場合は相談するのが一番です。お子さんの聞こえについて心配なことがありましたら耳鼻科を受診しましょう。これは早い方がいいです。相談先としてはご覧の場所があります。 各市町村で行われている1歳半や3歳の乳幼児検診とタイミングが合えばそこで相談すると良いでしょう。他には市町村役場の相談窓口もあります。担当の保健師さんが相談に乗ってくれて今後の方向性も示してくれます。あるいは小児科を受診したとき、 心配事を相談してみてもいいと思います次に、言葉が遅れているかもしれないと気になったとき普段の生活でできることについてお話ししますここで少し話はそれますが、言葉はどうやって覚えるのでしょうか 皆さん自分自身を振り返ってみて大人に言葉を教えてもらったという記憶も一部あると思いますがどちらかというとよくわからないけれど自然に覚えたという感覚の方が強いと思います言葉は市販の絵カードを使って覚えたり親からものの名前を教え込まれたりして覚えるのではありませんまた 言葉のシャワーという表現が使われることもありますが、お子さんに対してたくさん話しかければいいのでもありません。例えば、リンゴという言葉一つをとっても、リンゴを食べた経験、触った時のひんやりとした感覚、リンゴの香りなど、リンゴにまつわるさまざまなことを経験します。 他には皮をむいているのを見たりお店で売っているリンゴを見る機会もあると思います。このようなことを日常で経験するたびに周りの大人が「リンゴだね」と声掛けを繰り返すとお子さんの中に「リンゴってこんなもの」というイメージが形作られます。これがリンゴという言葉を聞いて理解する力の基礎になります。 そして聞いて理解することが十分できるようになると今度は自分から「りんご」という言葉をお話しすることも徐々にできるようになります。最初は「りんご」というはっきりした発音ではなく「んご」や「ご」など単語の一部を不明瞭に発音することが多いです。 今お話ししたことを踏まえてお子さんの言葉が遅れていると感じたときどうしたらよいかというと一つは普段より丁寧な関わりをすることです静かな環境でお子さんと1対1で遊んだり家事を一緒にしてみましょう大人と子供がお互い真似っこしてダンスをするのもいいと思いますその時の言葉がけは お子さんが注目していないのに一方的にたくさん話しかけるのではなく、お子さんが見ているもの、やっていることについて大人が言葉を添えると良いと言われます。人と関わる力から聞いて理解する力、そして話す力へとつなげていくためには、丁寧な関わり方は大事です。 二つ目にできることは食事や睡眠をしっかりとることです。これは言葉とは直接関係ない印象を持たれると思います。ですが、言葉や様々なことを学習し記憶するのは脳です。バランスの良い食事はとても大事です。さらに、ご飯をよく噛んで食べることは口周辺の発達を促し、 話す力へとつながりますまた食事や睡眠は日中の活力の源でもあります大人であってもお腹が空いていたり寝不足だと日中の活動に集中したり周りからの働きかけを落ち着いて受け取ることができません発達途上のお子さんであればなおさらです食事や睡眠を大事にしましょう 三つ目は言葉がけを丁寧にすることです。例えばお子さんが何か欲しいものが取れずに手を伸ばしながらうんうんと言っていたらその時どんな言葉をかけますかはいとだけ言って渡していませんかお子さんと長い時間過ごしている大人はお子さんから明確な要求がなくてもだいたい何をして欲しいのかが分かってしまいます。 ですが、この時、はいとだけ声がけすると、日常で使われる言葉を覚える機会が少なくなってしまいます。お子さんの言葉を代弁しながら、どうしたの取ってほしいの車がほしいのかはいどうぞのように、日常での言葉がけが自然に行われると良いと思います。 講座は以上になります。この講座ではお子さんの言葉の遅れが気になった時また言葉の発達に興味を持った時に知っておいた方がいい基本的なことについてお話ししましたこの講座が皆さんのお役に立ちましたら幸いですご視聴いただきありがとうございました